ばんは。伸びたかも。病院行ってない。今月まだ。行かなきゃそろそろ。石橋さん来てるとこ好き。いや部屋あったかいんだよこの部屋。目が覚めちゃちょっとね。暑いから。まだ着れない。もうちょっとしたら。マウスで着れるのはもうちょい先かな。なんかあったかいんだよねこの辺。まだ着れないか。来年そんな後、去年どのぐらいから着てたっけ。覚えてないけど、高いんだもん部屋が。洗濯物届いた？そろそろみんなのところに届き始めてる。私いつもらえるかな。もらえたら、受け取ったらお話し会か握手会で行きたいけど。受け取れるかわかんないからな。受け取ったら着るつもりではいる。握手会かお話し会かどっちかで。思ったより多かった。実物見てないんだよねまだ。 T シャツ、セーター T シャツ。まだ見てない。実物は春井のコスプレね、今日届いたよ。まだ見せないけど29に着るやつ今日届いた。間に合った。じゃあ株、あ株残ってた。残ってるよ。ライブのところから見れる。チャンネルのライブでホームのところには載ってないんだけど、ライブの方にそっちから赤部見れます。もう来てる。誰かのセタンティじゃない。ぽちゃっこぽちゃっこ。誰かのやつじゃない。
一部登録した、ありがとう。あとちょっとで2000人なの、ぜひ登録してない方チャンネル登録お願いします。あと100人切ってた、1900何人かだったから、あともうちょっとで2000人。ぽちゃっこ生誕ってじゃないぽちゃっこのヤギ、今日ど、あ、今日どうもちょっとやってた、ちょっとだけやってた。チューリップじゃない？多分チューリップだと思う。トリプルの欲しいんだろう。多分ひらがなで打ったらダメなんじゃない？カタカナで打てばいけると思う。ひらがながな。詳しい、いやこれどう見てもチューリップ誰でもわかるでしょこれ詳しくないけど花好きな花なんだろう、あんまお花詳しくないからわかんない、好きなやつ後ろはデザインないよマジ、前しかない。コスプレ用の衣装は今日届いた、ネットで買って今日届いた、よかった間に合って20件までに。試着一応した、一回着たけどもうすぐ脱いだ最近サンリオショップ行ってない、行きたいんだけど、いつ行こうかな。じゃない、コヒメのグッズまだ一個も買えてなくってさ、で今日ね、あのコヒメくじ、コヒメの当たりくじさ行ったんだけど、もうなくなってたなくなってた。サンリオショップも行きたいけどまだ行けてないんだよね、サンリオショップ。私なくなってたから引けなかった。サイズ、あ、コスプレぴったりだった、大丈夫。
違う店、あ、なんかね、あんま少ないんだよね、店舗が、取り扱い店舗がめっちゃ少なくって、あんまない。昨日行かなかったから、もう仕方ないよね。昨日は外に出たくなかったんだもん。外に出たくない日もあるよ。仕方ないね。昨日、一昨日は外に出たくなかったから、まあ、一瞬出たんだけど、昨日一瞬。本当に一瞬、10分とかしか出てない。飲み物が欲しくてそれだけ買いに行って、それだけ、一瞬だけ。やった、あ、今日はちゃんと外出た、夕方。夕方からだけど。グルメ行け場所ね、変えた。あの昨日さ YouTube 配信したじゃん。その時にコメント見るためにさ、ここにさタブレット置いてて、パソコン、ちっちゃいパソコン置いててさ、あのぬいぐるみあったら置けなかったから場所変えた。まだ置いてるんだよね、パソコン。だから、コメントは、まあ、こっちの方が画面が大きいから見やすかった。一人キャンプとか好きそう。一人キャンプ多分やらないかな。そんなアウトドアじゃないからな、私。毎日外出るの嫌だもん。週に一日は家に引きこもる日が欲しい。一歩も外に出ないっていう日が一日は欲しい。いや、最近毎日外出てたから1ヶ月ぐらい。そうだから、もう絶対にコンサート終わった次の日は一歩も出ないと思って外出なかった。毎日外は出たくないから。え、立てた部分のマネージン長いからの時の、どんなやつだ写真。わかんない、自分。もらえるかな、セタングッズと一緒に。一日中家にいるのつら。いや、私全くそう思わないんだよね。まあ1ヶ月とかずっと外、1ヶ月ずっと家の中とかだったらあれかも、外出たいってなるかもだけど、一日とかじゃなんない。一日とか全然余裕。車の免許持ってるよ。
かって肩開けないのよね。あんま外の光入れたくなくて本当に開けないカーテン。匂い、直射日光すごい苦手なんだよね。外出てたりしたらなんか目になんていうの、光がすごいさ当たってる感じ、すごい苦手。そうだから分かるでしょ。なんていう、目にさこう光が当たってるって感覚が苦手。日傘使う。日差し強い時サングラスは普段やんないけど、リングライト使わない。リングライトはねあるけど、ここに置いたら邪魔なんだよね、机のスペースが狭いから。でライトもつけようと思えばあるけど、つけなくても一番明るくない部屋。あと眩しいし、普通にいらないかなと思って。だからつけてない。リングライトじゃないんだけど、この勉強机だから、これ勉強机用のライト。前はつけてたんだけどね、眩しいし、あんまりつけなくてもいい、良さそうだから。そんな暗くないから部屋はいいからと思ってつけてない。最近なんで勉強してる？勉強するけど、だけど上に置いてるのパソコンだけだから、パソコンとかそういうのだけだから勉強なんてしてない。キティちゃんの勉強机、キティちゃん、キティちゃんキティちゃんじゃないよ。本読むよ。家に本全然ない。本読まないから全然ない。勉強するけど、だから引き出しあるよ、いろいろ入って。漫画もほぼほぼない。漫画買わないんだよね、レンタル。いつも漫画読むと、変わんない。部屋の模様はこの前したからもうしないそんな定期的にやんない。
棚あるのはあるけど本置いてない本棚じゃない違う使い方してる。最近レンタル全くやってないか。漫画全然読んでない。ジャンプラで、ジャンプラたまに読むぐらい。でも最近読んでない。あれってファンレターは引き出しじゃなくて、なんかね、手紙入れる用の箱があって、そこにいつも入れてる。その箱、PC のゲームはいつ頃、いつから入れた PC のゲーム、もともとやっぱスイッチでやっててさ、スイッチやり始めたらちょっと覚えてないけどあの PC に移行したのは1年ぐらい前から。パソコンに変えたのは1年くらい前。ペアもう10枚からスイッチではやってたけど、そう、レターボックスが家にある。全部取ってる。手紙じゃなくてもさ、なんかさ、あの他のメンバーのさ、他のメンバーの、自分のじゃなくて生誕グッズとかいただいた時に、ちっちゃいさ、メッセージカードみたいなのに書いて、そう、なんていうの、メッセージカードもつけてこう渡してくるファンの方もいて、他のメンバーの生誕グッズ、それも全部撮ってる。伝わるかなちっちゃいメッセージカード、誰々ちゃんの生誕グッズですみたいな、よかったら使ってくださいみたいなメッセージカード分かるそういうのも撮ってる。ひなこボックス、何ひなこボックスって、ひなこその何、手紙、ひなこと手紙でやり取りしない何入れるのそれ。ひなこボックス、紙じゃなくて、はがき、あ、はがきの、あ、送ってくださるファンのこともいる。はがきもある、ある、それも撮ってるよ。開けるとひなこがいる、怖いよ怖いよ文通仲間、文通一回もしたことないけど、ひなこと多分両方向いてない、手紙でやり取りなんて絶対無理。ひなこ連絡取ってるよ。みつおちゃんもひなのもみんな連絡は取ってる。会えてはないんだけどね、まだ。ひなこの卒業コンが終わってからまだ会えてない。
からコンサートのさリハ期間に入って、私が来たんだけどあのなんかご飯行かないって会わないって連絡来たんだけど、私がそれちょっと行けなくって、3人で集まったりはしてたみたいだけど行けなかったんだよね。コンサート終わってからまだね会えてない。タイミングはそう合わなかったんだよね。でもコンサート終わったら会おうって話してたから、3人に言ってたからだからそろそろ会うつもりではいるけど、それ4人の4人で生ガキ行ってないの、まだ前行った時はね、ひなのいなかったから3人で行きたいね。生ガキ、生ガキ食べたい。ひなの、そうひなのもね意外と予定合わないの、いつも。そうそうなのよ、ひなの忙しそうでね予定合わないんだよねいつも。そう、そのカキ食べ行った時もひなの来れないってなって、であのサニーで行った。ひなのも忙しそうで手が合わない。ひなことひなの、ひなのとひなこは別だよ朝一とかじゃないとなかなか予定はない。朝一だったら多分誰も来ないみつおちゃんもひなこもひなのも私もみんなそんな朝が得意じゃないから時間通りに集まることがほぼないし、そもそも普段から絶対来ないよ朝一とか。みんな朝強くないから、くれてスタートがね、うんそうだね基本。妊娠がするとき一番早く来るのはひなのんかな大体で、その次は私かひなこみたいな、でみぞちゃんが最後みぞちゃんかひなこが大体最後、そう大体そうみぞちゃんが一番はないねそうそう、そうそう。私が一番遅い、私が一番遅いはあんまないよ、ないねこの前もね結構前だけど、なんか12時に集合にしようって言って、なんかその次の日会う時間決めようってなって、何時にするって話して12時にしようって言って、それみつおちゃんが言い出したの。でも絶対12時無理だろうなと思って、12時に集合ってことはさ朝起きてさなんか準備してとかじゃん、移動の時間考えたら朝じゃん起きるの、絶対無理だろうなと思ってて12時間に合うみたいな会話したんだけど、いやいけるみたいな、とりあえず12時にしようって言って12時ねって言ってで12時かな、ちょっと忘れちゃった。でもね
そんな遅くなくって12時だったかな、え、何時だったっけ。じゃ見れるかな、これからパソコンから。12時で、そう、みそちゃんがそう言ったの、それ覚えてる。 でとりあえずみんな起きたら LINE してみたいな、グループ LINE に起きたっていう報告をみたいな。だってその時はあれだな、牡蠣食べ行った時だ、ひなのん来れなくって、だから3人だ。それで私がまず最初にね起きたって言ったらさ、次の日したらひなこも起きたって言って、でみそちゃんから全然来ないのもう時間になりそうでも全然来ないな、あ、ダメだこれ、うん、はい、見れないわ、来なくて全然。でいやこれ絶対無理でしょってなって、日のこと時間遅らすって言ってでどんどん時間遅らせていって、何時だったかな、結局2時とかかな、死亡したの忘れちゃった、ちょっと遅く全然起きないんだもんいつもそんな感じいや、みつおちゃんがっていうか、誰みんなね遅刻するから、大体死亡時間には大体集まんないから、ちょっと遅めに行くようにしてる。ひなのんいるときはね、ひなのんはね割と時間通りか遅れたとしても数分ぐらいだから、そのひなのんいるときいいけど、ひなのんいないときはね大体ねひなの時間通り来ないから、ちょっと遅めにね無理だと思ったもん、12時から忘れたけど、その言われた時絶対無理でしょって思ったけど、その通りだった。そう、私が一番遅れることあんまないよ、大体ひなこかみそちゃんそう、2人だから、大体私じゃなくってそうだからあんま早い時間から待ち合わせることないだいたい夕方そう、みんな朝より夜のが強いから私が一番遅れること、私が一番遅れること、え、ないんじゃない、遅れたとしても数分ぐらい、一番遅れた時あったかな、最後だった時、最後だった時はない気がする、4人とか3人で集まる時に。12時は朝じゃないけどさ、12時に待ち合わせってことはさ、起きるの朝じゃん、だから無理だろうなと思った伊藤ちゃんだから、
ね、最悪ない。朝何時に起きるのかな、人によるけど。そこの間の距離とメイクしたりとか準備とかね、とか移動時間考えたら朝だからさ、起きるのめっちゃ早いわけじゃないけど。絶対無理でしょと思った気がする。12時だったか忘れたけど、12時だったかな、ちょっと時間も覚えてないんだよね。私的に何時起きだと早起き、6時7時6時7時早起き、5時とか起きる時間が毎日さ違うからさ、別に起きるの何時でもいい日とかとかさ、このお昼までに起きればいい日とかもあるわけでさ、めっちゃ朝早くみたいな日もあるし、バラバラだから、そうなんだよね。握手会の日は多分ね5時前に起きないといけない気がする。9時スタートだから、握手会の日は多分5時前かな。メイクしたりとかそういうさ準備の時間と移動の時間考えたら、めっちゃ早い。準備寝坊しないでね。いや頑張るよ本当。みんなもだよ。私もだけどみんなもだよ。ちょっと起きてねみんな。本当に。寝坊気をつけないと。私も休みの日はめちゃくちゃ寝てる。基本お昼まで寝てる。休みの日はもう寝れるだけ寝る。お休みの日はみんな頑張ろう。頑張ろうね早起き。10時間とか寝る。お休みの日10時間とか、うん、ずっと寝てる。だからお休みの日は朝ごはん食べない。だって朝に起きないんだもん。話し会スピンでいい？握手会？いやさすがにメイクするよ。さすがに。次回の部がメンバーの希望性だったりして一部に入れる人ほぼいないんじゃない？メンバーの希望性だったら一部からやりたいですなんて人あんまいないでしょ。充電なくなった。充電器、充電6部が人気？あ、確かにね。お昼ぐらいから。一部は10みんな嫌がる。あ、確かにね。夜遅すぎるのもね。確かに。
割と今確かに、しようか。みんなそっちの方がいいのか。ガル目線の8部は帰れない、それやばいな、泊まりになっちゃう。ケバブ、あ、そうケバブだよ、次のさ握手会のさ、なんだっけ、キッチンカー。ケバブ食べたい、ケバブとポテト、ポテトも美味しそうだった、両方食べたいんだけど、どうしよう。でその日のあのさ、その日のケータリング、ケータリングも食べたいから、どうしようかな。どっちが、え、2日間ともケバブ、同じやつかな、28、29、どっちも一緒のやつ、あれ書いてたの。めっちゃ種類あったよねケバブ。食べたい、ケバブとポテト食べたい。あ、すぐたいんしょ。ケバブめっちゃ種類あった。いや普通のケバブとさ、ケバブなんていうの、なんかいっぱいあったよね、とにかく。楽しみだな、ケバブ好き。あれどっから見えるんだっけ、見よう。あれな、ブロック、なんて調べたら出てくる。あ、間違えた、褒め風呂、記事一覧あった。これ最初さ、画像がさ、ケバブの画像だけだったからびっくりした、何事かと思った。あ、チュロスもあるのか、あ、一緒、共通のメニュー、ケバブサンド、ケバブラップ、ケバブ丼、ケバブおつまみ、すごいな、ケバブだらけ。ケバブおつまみって何これ、あ、なんか画像もある、ん、つまみって何。え、ケバブサンドとこのロングポテト食べたい。美味しそう。ケバブサンドとさ、ケバブラップって何が違うのこれ、何が違うの。あ、なんか包んでるやつの生地が違う。ケバブサンドが今、ケバブサンドとロングポテト、このタイプのポテト好きなんだよね。画像載ってるさ、チロスもいいけどポテトがいいな。え、めっちゃケバブ。ケバブだらけだよ。食べたい。でメンバーのあれなんだろう、メンバーのさ、あのケータリング、まだ知らないんだよね、明日になったろうからかな、キッチンカーに食べに来るかって。え、来たい、めっちゃ来たい、ケバブサンドとロングポテト、これが食べたいんだよね。ケータリングもケバブ、ケータリングもケバブだったら、あの買わなくていいじゃん、ポテトだけでいい。ケータリングはね、そう、大体教えてもらえる。いや、ご飯は楽しみでしょ。その日のケバブは未経験、ケバブ美味しいよ、食べた方がいい。来るんだったらもうケバブしかないからさ、ご飯。ケバブ食べようよ。ケバブしかないから。キッチンカー自腹、え、わかんない、行ったことないんだよね私キッチンカー。行ったことあるメンバーに聞いてみないとわかんない。
今までね行ったことないんだよね。毎回聞いて、なんかね毎回ね送ってくれるスタッフさんが。結構劇場の近く、なんか劇場の近くケバブ屋さん多くない？めっちゃあるイメージなんだけど。なんかあそこら辺めっちゃある。あ、今日有名なんだ、秋葉原。知らなかった。めっちゃあるよね。一回行ったことある、ひなこと、あの秋葉原のケバブ屋さん。めっちゃ美味しかった。なんかチーズが入ってるやつ買って。そうね、チーズがね、なんかバーナーで炙ってあるチーズで、めっちゃ美味しかった。それが、そのケバブが美味しかった。ひなこと今日食べたいねって話になって、でケバブ行った。リス終わりかな、なんか。それで行った気がする、2人で。今日は結構お腹いっぱいになる。確かに満足度高い。でも美味しくない？ケバブ好きなんだよな。食べたい。だからこれ握手会のケバブ行きたい。トルコアイスはね食べたことないの、私ないんだ。私もイベントのケバブ、あ、確かにあれ美味しかったね。マトンケバブだっけ、ちょっとお肉の種類が違うやつ。あれもめっちゃ美味しかった。いや楽しみだね。キッチンカー握手会のケータリングが楽しいんだけど、これ楽しみにしてよ。ケバブ行くの。食べたい。これケバブとポテト。しかも間に合わなくてもキッチンカーの旅に行きます。それ目当て。まあでもあり。あり。うん、とケバブ好きなんだもん。絶対食べたい、これ。楽しみだけど、私頑張ったね。待って、そう、朝早いからね。寝明けがそこで来ちゃうかな。1日目に食べて完成。どっちで食べるか分かんない。ケータリングによる。ケータリングによる。買って帰ってもいいしね。普通に買ってさ、そこで食べなくって帰って食べるって。もあれ、普通にケータリングも食べたいから。
バブ買おうとしたケバブ買おうとしたキッチンカーって並ぶんじゃない。私行ったことないんだよね、キッチンカーのさ握手会のやつ。みんなどういう感じなの、メンバー。今まで行くか迷って一回も行ったことないケビンに見守られながら、ケビンさんに見守られながら行くかが、そうなの、行ったことないんだよな。なんかね、いつもね行くか迷って結局ケータリング食べてお腹いっぱいすぎて行かないみたいな、いつもそれで行ったことないんだよな。今から取り上げ上がるからお店内で喜んでためっちゃいいじゃんケバブ食べたい。誰だと行かなそう。誰か誘っていく。でもケバブはね食べたいんだよな、好きだから。でポテトも好きなタイプのポテトだから行きたいんだよね。渋谷とかにもありそう、ケバブ。ケバブはね割とどこでもあるあるけどさ、食べたいじゃん、せっかく握手会の会場に来てるんだから食べたいじゃん。チュロスも、チュロスよりねポテトが食べたいの。後輩誘う、確かにいいかもそこで仲良くなってね。チュロスも確かに、ね、美味しそうだったんだけどな。いやでもやっぱポテトが食べたいな、チュロスよりは。ホテちゃん、ホテちゃん誘う、ホテちゃん同じ部そもそもかぶってる。ホテちゃん好きかな、ケバブ全然興味ないのに連れて行ったらかわいそうすぎるホテちゃんケバブ食べたかったら言っちゃいいけどいない、誰かケバブ食べたいって人一緒に一緒に行けるんだけど全然さ興味ないのに連れて行ったらかわいそうじゃん。いないの？他のノート言わせない感じ怖いよ、そんな先輩一人じゃ僕はロブ…一人でも全然いける全然いけるけど、全然一人でもいく。一人だったとしてもいいか。朝か、いや朝から行かない。お昼、あのお話が終わる時間がさちょうどお昼ぐらいじゃない。終わってからかな。28も29も。終わった後、朝からってやってないんじゃない？わかんないけど、そもそもなさそうじゃない？朝から今日は重い、確かに。そのね準備していこう。
飯食べながらお話し会無理だよ握手握手、え、片手握手して片手剣を持ってるってことやばすぎる無理だよそれに朝から売ってないでしょ。終わった後に買いに行こうかな。時間がどっちで行くか分かんないけど、2日目か1日目か2日目家でケバブ作ったことある人いないってほとんど何を作ったこと。今日は食べたくなっちゃった。手袋ゴム手袋メンバーがつけるの。この前のさグループ握手会の時と一緒だったらゴム手袋じゃなくてさ、なんていうのあれ、普通の普通のってやつはないか、なんか布の手袋じゃない、それと一緒だったら。わかんない、どういうタイプの手袋か行ってみないと。あ、ビニールなの。前回のと一緒かと思ってた。前回のさグループ握手会のと。わかんないな行ってみると分かんない。このグループさんはビニールでやってる？どうなんだろう。え、わかんないよこのグループ違っても AKB だけさ違うみたいなね、ないわけじゃない。わかんない、前回と一緒かと思ってた。前回のグループ握手会の時の手袋と。前髪長い？長くないよ。この前切った、私コンサート前に。あんま長くない、結構ちょうどいいのでさ、全然長くない、目にかかってないし。料理するとき手袋するとき、料理で手袋、なんかこう料理お菓子とか作るとき、生地こねたりするときは手袋を使うときもあるけど、全然自分が食べるだけだったら使わないけど、自分が食べるだけならね。パソコン更新がある、更新しよう。鍋つかみは使ったりする、あるよ。それつかみ、あのさオーブンとか用に食器洗うときはつけない、手袋素で。55分ありがとう。あさって楽しみすぎてテンション上がって今日めっちゃパン食べちゃった何それ13位からランキング読みます。13位、筋肉愛好家さんありがとうございます。12位、スコッチさんありがとうございます。11位、ゼファーさんありがとうございます。10位、エホーさんありがとうございます。9位、ユージアットマーク強化のことを一番愛してるさんありがとうございます。8位、ラスカールさんありがとうございます。と7位、にゃこさんありがとうございます。6位、香港のあるマットマーク強化おいさんありがとうございます。
5位大野貴文さんありがとうございます。4位にゃほそさんありがとうございます。3位きよなつさんありがとうございます。と2位フロマンさんありがとうございます。そして1位がグランツアットマークキョカタムズさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。明日の配信はちょっと今日始めるの遅くなっちゃったけど、明日10時半か今日と一緒ぐらい、11時ぐらい、今日11時ぐらいに始めたよね、そのぐらいかな。明日も10時半ぐらいにできたらいいなって感じだけど、明日も夜22時半か23時ぐらいの間で始めると思う。できるだけ早く始めるけど、この後ゲーム、どうしようかな。今ねパソコンつけてるんだよね、でもそれか分かんない、どうしようかな。どうしようかな、ゲームするか。土曜日早いの、土曜日だよだって。あ、まだ大丈夫、明日は別に早くないから。あ、待って、配信時間か、ん、明日金曜か、待って、明日早くするんだったら、そうだそうだ、そういうことか完全におかしくなって、明日ね、忘れてた、あの明後日が握手会のこと出雲通りの感覚でいた握手会近いの分かってたけど、明日、あ、もうちょい早めの時間か、じゃあ夜やるけど20時とかそこら辺やろうかな、20時前後、21時とか、そこら辺でしようかな。それか、いや、もう完全にもう寝る準備が全部終わった状態でって思ったけど、今日ぐらいの、それで今日ぐらいの時間でって思ったけど、いや20時ぐらいにしようかな、そのぐらいで早めの時間にします、できるだけ。またその時ウィバースで言いますね。朝配信はしない朝は、ね、寝てる、朝は寝てます。そうだ、明日早くするんだって、ね、完全に忘れてたありがとう教えてくれて忘れてた、明日早くするっていうの、早くだから、あさってが、スタンス夜だけど8時20時ぐらいかな、で多分20時前後でも、まあ分かんないけど、その時間でできるか、また言いますね、ウィーバースで。じゃあまたね、おやすみなさい。あ、そう、ウィーバース DM の方で言います。またね、おやすみ、また明日、ありがとうございました。